医療脱毛専門クリニックの統括院長が教えるおすすめクリニックの真実をお教えします。この動画を見ると脱毛で失敗する確率がぐっと減ると思います。さやかさん、はい、医療脱毛でおすすめのクリニックってどんなクリニックかわかりますか？値段ですかね。まあ、医療脱毛は安いのと高いので違いがあんまりわかんないです。そういうと思ったよ。まあ、じゃあ他からの乗り換えも多いですからね。確かに今日は乗り換えなくても済むようにいい情報をしっかりお伝えしますので、しっかり聞くようにお願いします。はい、お願いします。本日の内容こちらです。先生って何者ですか？僕は医療脱毛専門の統括院長をしてまして、僕自身全身脱毛済みで、今現在出てる脱毛器はほぼ全て試しています。まあ全身ツルツルですね。素敵。東京の田町と新宿、大阪、仙台、まあ、富山、名古屋、福岡にも進出予定です。かなり増えましたね。そうですね、まあ4年目で、まあ、私がいた時田町しかなかったので、そこから多分だいぶ増えてると思います。そうですね、なんか広告費というか、まあ、自分が出ることで、まあ、安い値段でいいものを提供できるというのが一番、まあ、人気の理由ですかね。まあ、本当にいいものを安い価格で届けています。おすすめの脱毛クリニックってどこですか？そうですね、おすすめの脱毛クリニックはエナイズスクリニックになります。じゃないかい。まあ、でも、脱毛機械とか設定、まあ、料金、まあ、照射方法まで全て細部までこだわっているので、当然自分のところが一番おすすめになるんですけど、その上を判断する、まあ、似たような基準をご紹介しますので、まあ、近くにね、僕らの国行くない方も参考になる動画になると思っています。選ぶポイントってありますか？ポイントはですね、ここに書いてあるようにジェントルマックスプロプラスっていうのはうちすごい25台あって多いんですけど、まあ、それがほぼ確定で使えますと。で、料金も安い。まあ、相場を把握してるより安いもないので出力制限がない。出力が低いと、まあ、いい機械使ってても、まあ、出力が上がる設定もあるんですけど、ちゃんとその機械の、良さを引き出せないってことがあります。なるほど。で、まあ、一般的な無料サービスっていうか、それがちゃんとついてるかどうかっていうのも、一つ大きな参考基準になるかなと思います。ありがとうございます。はい、今ネタ映っちゃってますよ。さっき言ったやん。最後に見るのはめんどくさい方はまずは当院までお話を聞きに来てください。待ってます。お試し脱毛も110円でできるので、まあ、試しに、体験してみてもらうと良さが分かると思います。試しその価格できるのって親切ですね。そうですね、すごい親切親切でやってますね。まあ、でもどんなのか分かんないと皆さんも不安だと思うんで、まあ確かにそうですね、はい、まあ他のところでねやってみた方も、まあ、効果の違いってのも分かると思うし、まあ、スタッフの雰囲気とかも分かると思うので、まあ、ちゃんとしてるところぞって言ったものを知ってもらうために、ぜひ一度来てみてください。はい、よく聞くんですけど、医療脱毛の嘘って何ですか？医療脱毛の嘘っていうのは、医療脱毛おすすめで検索してもらうと分かると思うんですけど、上位に来るのは全部アフィリエイトサイトって言って、紹介したら紹介料をもらえるっていうシステムなんですよね。よくありますね。うん、アフィリエイトってご存知ですか？実はインスタとか TikTok でよく案件が来るんですよね。やさかさんもインフルエンサーなんで、はい、なんか手出せないですね。なんでですか？なんででしょう。なんででしょう。まあ本当にいいものを紹介したいとかね。まあそうですね、うん、自分がなんかいいと思ったものじゃないとあんまり紹介したくないじゃないですか。なんか嘘を言ってまで紹介してお金もらってっていうのはちょっとやりたくないので、うん、まあ今のところ全部お断りさせていただいてるって感じですかね。うんうん、はい、結構ね、この脱毛っていう業界がすごい紹介料が高いんですよ。うん、なんで紹介をすごいしてお金を稼ごうとしても多くて、本当上位に来てることほとんどはそこに計算してもらうだけでもめちゃくちゃお金かかるし、1件あたりそこから紹介してもらうと数万かかるんですよね。これも、まあ、言えないですけど、
いいんですか、言っちゃってますけど。うん、まあでも数万っていうのは和菓子なんで、そういうまあ市場、まあ、なので結局そこでお金かかっちゃってるんで、脱毛はクオリティ低くならざるを得ないっていう、あ、まあ、ちょっとね悪いサイクルが回ってて、でこれからやろうとしたらその、まあ、僕みたいにいいものを提供して広告削るしかなくなっちゃうんですね。で現状今それを皆さんにやってます。はい、はい、で広告費ないからいいものはあの提供できます。脱毛を選ぶポイント多分何個かあると思うんですが、一つ目教えていただいてもよろしいですか。一つ目は効果、二つ目は料金、三つ目は仕組みです。で、まあ、まず効果からね説明していきますね。お願いします。はい、まあ、効果はあの脱毛の機械で結構あの変わると、あと熱破壊式蓄熱式っていう、まあ、調べたらすぐ皆さん分かると思うんですけど、その、まあ、脱毛のやり方でも効果が変わってきます。波長っていうのがアレキサンドライト、ダイオード、ヤグっていう3つの波長があって、それも効果が変わると。でパルスハーバーっていう、まあ、どれだけの時間熱を与えるかっていうのも一つで、出力は当然高ければ高いほど低くし、低ければ低く引かないんですけど、まあ、これは安全を考えて出力を調整すると。ちょっとスポットサイズってのはみんな意味不明かもしれないんですけど、大きければ大きいほど、浸達度って言って、皮膚の奥まで届きやすくなるんで、まあ、大きい方がすごい有利です。まあ、こんだけいろいろ、いろんなね、効果が変わる指標があるんですけど、まあ、その中で現状、一番いいなと私が思ってるのが、この、ジェントルマックスプラスっていう脱毛です。まあ、これもね、YouTuber の方とかよく、いいって言ってると思うんで、まあ、有名かもしれないんですけど、まあ、うちはこれがめちゃくちゃ多いです。2つ目のポイント、教えてください。はい、2つ目のポイントは、料金です。で料金は、この蓄熱式と熱破壊式で、結構相場が違います。で蓄熱式はめっちゃもう安いです。で、熱破壊式は、まあ、蓄熱式と比べると高いと。でその中でも、熱破壊式の中でアレキしか使えないとか、まあ、アレキとヤグ使えるとか、その条件の違いが、まあ、あって、まあ、条件がいいほど高くなってきます。なんで蓄熱式の方が安いんですか。でも単純に脱毛の機械が安いっていうのと、まあ、結構これはブラックボックスというか言えないところにもなっていくんですけど、早く終わらせられちゃう、回転率がすごくいい、すごいちゃんとやってるところもあるんで、ちゃんとやってるところの蓄熱式がすごいいいと思います。で相場があって、全身が5回で 17.5 万、全身 VIO が5回で 23.5 万、全身 VIO 顔で5回で29万っていうのが相場になってきます。まあ、でもこれも範囲に注意って書いてあるんですけど、全身脱毛って言いながら全然全身じゃないところもあるんで、うなじ入ってないところとかもある、まあ、まああるあるですね。うなじとかお尻が入ってるのはあるある。最近はもう結構入ってないとこが多いですね。入れてほしいですね。まあ、顔もなんか顔の一部分だけとか、まあ、いろんなとこがあります。で、まあ、範囲はちょっとよく見て、同じ全身って言ってもクリニックによって定義が違いますよっていうとこですね。ですね。はい、料金についてはどう思いますか。まあ安いにはまあ何かしら理由があると思うので、まあレナッテスクリニックぐらいの適正価格を参考にして決めるのがいいのかなって思います。なるほど。ポイント3つ目教えてください。はい、ポイントの3つ目は、口コミですね。でまずこのさっきも言ったんですけど、おすすめサイトはもうほぼ100アフィリエイトサイトです。ものいいって別に書かないし、参考にあんまなんないです。で、Google マップがまだ、かろうじて参考になる可能性があるくらいですね。X とか、TikTok ももう案件ステマだらけでは、そんな参考にはならない。可能性が高いと言っておきます。まあ、ぶっちゃけ、TikTok とかでも実際に通ってくれてる人が、まあ本当に良かったですよって紹介してくれてる人もいるんですけど、まあ、Google が一番通ってる人が本当にレポしてるっていうイメージがありますね。そうですね。まあ当院って仲のいい患者さんでもね、すごいよくして書いてもらってる
のがそれぞれいるんですけど、うん、あの、まあ、それと業者の区別もそんなつかないし、まあ、みんなからしたら分かんないと思うんで、うん、まあうん、まあでもまあ参考になりそうなやつ見つけて一応調べてみるのは全然いいとは思いますね、うん、先生今すごいいろいろ教えてくれたと思うんですけど、うん、ちょっと簡潔にまとめて言うとどうですかね。医療脱毛で、まあ、料金、効果、口コミで選ぶなら、レアトスクリニック。仙台院、多摩地院、新宿院、大阪院と。逆でしたね。はい。まあ、皆さん、全国に当院あるので、お近くの方はぜひ来てみてください。今年は、名古屋、福岡。まあ、とりあえず行こうかなと思ってます。であと、まあ、24時間の予約受付中で公式 LINE でこの、ね、特典プレゼントって入力してもらうと、まあ、医療脱毛の、ね、550円する本が無料でプレゼントされるので、ぜひ公式 LINE を登録して特典プレゼントって打ってみてください。先生、はい、実はその本出してからすぐ読んで読みました。ありがとうございます。じゃあ、医療脱毛ならレナチュースクリニック。はい、じゃあまたね。